ディバイド軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の北西宮に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2071人であり、2000年の2283人から9.3%減少した。軍庁所在地はクロスビー市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。ディバイド軍は1910年11月の一般選挙の投票結果で、 ウィリアムズ軍を二つに分けて設立された。この分割が、軍名の由来になった可能性が強いが、メキシコ湾に流れる川の流域と、ハドソン湾に流れる川の流域を分ける、大陸分水海にあること、またアメリカ合衆国とカナダの国境にあることも、軍名の決定要素である。軍政府は1910年12月9日に、組織化され、その時以来一貫してクロスビーが、 軍庁所在地になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1294平方マイルで、あり、この内陸地は1260平方マイル、水域は35平方マイルで、水域率は2.68%である。ライティングロック軍区にある、ライティングロック州立歴史史跡では、ペトログリフが見られる。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。ディバイド軍の主要経済は、農業と石油である。ノースダコタ州西部の軍と同様に、ウィリストンボンチのバーケン地層が露出しており、石油の埋蔵が見込まれている。中、ノースダコタ州の法人化された自治体は、その大きさによらずすべて、地になる。ありがとうございます。